何が何でも長編小説が書きたい、大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。キリにならんな。今日のテーマは、とりあえず高知登るモグラはチェックしておけ。今日は雑談というか本のレビューです。タイトル通り、高知登る、高知県の高知に東に生きるの高知登さんの書いたモグラ、土の竜と書いてモグラだね。公文社から出てる本なんで、これ面白いんだ。まあ、こういう紹介のされ方を、ご本人は著者には不本意かもしれないけれど、高島礼子、女優の高島礼子の元旦那さんで、覚醒剤で捕まっちゃった人ですな。あと懲役2年執行猶予4年だから、まあ初犯としては懲役2年ちょっと重くないかって思うけど、ちょい重めだよね。だいたい量刑相場的には初犯だと16の4年、岐阜の方は16の3年ぐらいが普通だけどね。ちょっと厳しめ。いやいや、そんな話はどうでもいい。そう、小説の話で、まあ別に僕が紹介しなくてもどうも結構売れてるらしいんだけどね。短編集です。自伝的短編っていうふうに書いてあって、まあお父さんがヤクザで、お母さんがネグレクトの果てに自ら死を選び、全財産6万円を握りしめて上京して、それで俳優になってっていう、まあそういう、まあそういう著者のキャラクターがメインになってきてるんだけど、でそちらの著者のね、キャラクターがメインにこう言われがちなんだけど、うまいんだわ。これが初めての小説だっていうことでちょっとびっくりしました。そうだな、素材に目が行きがちなんだけど、こうやっぱね、俳優さんっていうのは基本ね、小説家よりも本をよくしっかり読み込む人って多いです。エッセイストは結構いいエッセイ書く人って結構いらっしゃる。山崎努だとか、森重久弥だとか、古いところでは伊丹十三だとかさ、黒柳徹子は別格だよね。窓際のトットちゃんはもういまだに、窓際のトットちゃんはエッセイというよりは、まああれも自伝的小説だけれど、やっぱりね、こう、脚本、本を読み、その登場人物を自分の中で描く。で、それを、どういう、この人はどういうふうに、こう、動き、その作ストーリーの中で何を考え、何を感じるのかっていうことをやるというのが俳優の仕事なわけなんだけれど、それってそのまま小説で言うとキャラクター作りだからね。で、やっぱね、そこを考えると、先に言っとこう、文章下手だよ。
ただこれあえて直さなかった、あんまし編集者のリテイクは多分そっちにあんましリテイク出してないんじゃないかな。文章ごちゃごちゃいじくりますより、やっぱりこの出してるその作品の中の何とも言えん、その女にだけはモテたんだけど、とにかく女にはモテるんだけどね、んだけども何とも言えん虚しさがあるよねっていう、そういう感じがキャラクターをちゃんと作っていくっていうためには、文章でごちゃごちゃやるよりもやっぱり勢いに任せた方がいいっていう、そこら辺の担当の編集者の判断は OK かな。結構リテイクあったっていう話は、担当の編集者のインタビューで見たことあるかな、読んだけども。キャラクターの作り方 OK がいいのと、やっぱね、やっぱ映像パターンの人だけあって、やっぱね、シーンの作り方が一つ一つがすごく映像的で、もうとてもいいです。で、だから、これがうちの生徒だったらさ、バッチリだから、ちょっと本腰入れて長編、もう長編書こうねっていう言い方をするけどね。ねえ、やっぱあれだよね、ここまで書けるんだったらさ、もう腰据えて、長編の小説書いてくんないかなっていうことは思うよね。要は、ストーリーが今のところ、ちょっとストーリーラインが、この短編の状態ではまだわからない。スケッチと、シーンのスケッチと、キャラクターの作り方が圧倒的にいいっていうことは、それは分かったので、あと長編を支えるストーリーをどういうふうに作れるかなっていう、そこら辺が偉そうだな。まあいいやな。小説に関しては 多少偉そうなこと言ってもバチ当たらんよな。やっぱりこれでその長編のストーリーが組めるかどうかっていうところが、ポイントだろうなと思うんだけど、実際にはね、ストーリーつくのは、意外となんとかなるんだよね。キャラクターと設定がきちっと作れるっていう風だったらね。で、設定に関しても、これどの程度フィクションがあって、どの程度、ノンフィクションをやってるのかっていうのは、ちょっと、わからないし、別にタッチすることでもないんだけど、人物の出し入れは非常に巧みなので、で、テーマに沿った素材の取捨選択も OK なので、だから長編意外と大丈夫なような気はするけどね、っていうことは思います。で、ただ長編を書くには、ある程度やっぱ、長編を書くにはね、才能よりも慣れが必要なので、で、現代ものの、現代もののこういうヤクザ絡みのものを書くっていうのも悪くないんだけど、意外とさ、例えばほら、陽気楼だとかさ、宮尾登美子系のさ、ああいう、ああいう、舞台をさ、昭和の初めとか、そっちの方に持ってくると結構いいもの書けるんじゃないかな、なんていう。そういうことは思った。そう、宮尾登美子の世界だよね、これね。ということを読んでて僕は思った。あとは、どうも本人いろいろ忙しいみたいなので、本業の俳優の仕事が忙しい模様なので、
本は仕入れて長編小説書くかなっていう、本人にその気力があるかなっていう。こればかりは何とも言えないけどね。僕は読みたい。やっぱね、その自伝的小説って書いてあるけれど、やっぱね、その素材を生かす力が、自力がある感じなのでね。このラジオを聞いてる編集者がいたら、そうだよな、収録版の方がいいよね。収録版で、こう、腰据えて読むタイプのものを書く、そういう文芸系の人の編集者がいたら、サクッとつばつけとけ。一応俺もほら、さよなりに、見る目はあるので、伸びるよ。面白かった。いいもの読んだよね。やっぱそう、やっぱいい本読んだよ。それって大事ね。やっぱね、短編小説で、あ、よかったと思うことって、もうこの年になってくると、そうそうなくなってくるからね。いいものを読ませてもらいました。この番組へのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えていただけると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。